ごきげんよう、劇団小林ライターの店です。お疲れ様です。邪道で自由なバレットジャーナルです。今日の企画はですね、もちろんノートを続けたいとかそういう風な悩みをお持ちの方にも必見でありますし、特に受験勉強や資格勉強のような本当はやりたかねえよみたいなことをやってる人とか、何かの目標のためにそのために頑張ってるんですよみたいな、自分が気持ちいいからやってるわけじゃないですよみたいなことをでノートとやってて向き合ってる方もいらっしゃる。その人なんかはもう特にぶっ刺さり。そうじゃなくても、例えばまあよく聞くのは心を整えるためにとかね、やっぱり自分の心を安定させるためにノートか手帳っていうものを、興味が出たと。でそれでもなんか続ける続けないって難しいなとか、そういうことを悩んでる方、1月は捨てろと言いましたけど、1月終わりましたよね。捨てた上でちょっと続けれてないなとか、それで続けなくてもいいと思うんだったらいいんだけど、なんかなんで続けれないんだろうって悩んでる方、こういう方必見です。もうこの時点でほぼ全員だよね。まあグラデーションはあるよってこと、今日刺さり方には、はい、もう本当にもろで貫通する人もいれば、もう中ぐらいの人もいるし、その人とかはもう普通にメンバーシップとか雑談を楽しんでください。やん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 ということです。じゃあ今日のテーマです。土日は捨てろです。あやかってない、あやかってない、反応良かったからってあやかってない。自分で言っちゃうんだよな、まあまあ反響良くてコメント数も多くてさ、俺なりにやっぱ受験のね、家庭教師とか塾の先生やってる頃の、知識をで喋ってるから、まあまあ自信がある意見だったのよあれ。はい、だからそのシリーズだから個人的には自信があるけど、あんた1ヶ月も捨てさせて、今度土日も捨てさせて、捨てたい放題やんなみたいな、理論上1年間のうち3分の1は捨ててるってことになりまへんかねってなるんですよ。その通りなんですよ。捨ててください。土日はそれは継続するために、何かを成し遂げるために、積み重ねるために、土日は捨てましょうっていう話をしています。でこの話をする前に、まあ手帳タイム、ノートタイムとでも言いましょうか。これには2種類2種類ある。なんで今3出したんだろうと思って、2種類あるんです。でこれをまずちょっと1回分けましょう。僕なりの定義だからね。まず A タイプ、これは自分を鍛えるノートタイムで、 B タイプ、これは自分を甘やかせるノートタイム、まあ癒すノートタイムでもいいんだけど、この A タイプ、B タイプがあるってことをご理解いただきたいと思うんです。これは非常にね、心が楽になるから、まあ聞いてほしいんだけど、自分を鍛えるっていうのは例えば何かというと、これをやることによって自分がプラスになる。だから本当はやらなくてもいい、やりたいわけではないけど、やることによってプラスになることってあるじゃない。例えば、仕事の管理のノート、あと勉強のノートとか、まあとにかく自分を鍛えるノートタイムっていうのが、要はやりたかないけどやっていることだったり、やらなくても最悪いいことだけど続けようとしていることっていうのが A タイプですよ。でこれはいらないって言ってるんじゃないよ、大切なことよ。 A タイプは必要で、むしろこっちで悩むんだったら正常なんですよ。で B タイプ、自分を癒す、甘やかすノートタイム、例えば楽しいからやっている、例えばデコとか好きだからやっている、絵を描くのが好きだからやっている、旅行が好きだから旅行に行った時に必ずノートに取るんだ、こういうこと。だから自分が体がプラスになったり、自分の人生や年収が上がったりするわけじゃないけれども、ただただ楽しい、満たされる、こういうノートタイム、この A パターン、 B パターンというのが存在するんです。これはもうはっきり分かれるんですよ。でこれを A と B どっちも続けないといけないとか、どっちも土日を捨てろとか、そういう風になるとちょっとごちゃっとするから一回分けます。今回この B タイプの方、自分を甘やかす方っていうのは、土日を捨てろとかそういうのはもうはっきり言ってどうでもいいです。だって自分が気持ちいいことじゃん、これ続くから勝手に。むしろそれをやりすぎて A の方ができなくなる方が問題だと思うよね。まあだからそういう意味でもある意味土日は捨てろなんだけど、むしろ土日にやれるかもしれないし、あとまあ例えるならあれだよね、ラーメン屋とかさ、すげえ好きでさ、毎日ラーメン食ってる人がさ、食べれなくなったからってさ、困んないじゃん。人生でちょっと満たされる時間が短くなるだけで死なないでしょ。けど仕事に行きたくなくなっちゃうみたいなことって現代社会山ほど見てきたやんか。周りでもいるし、俺もちょっとしんどくなったりするし、あれはやばいやん、直結するじゃん。まあそう、直視やん。そうですね、そう、直視は避けたい。だからこそ今回の話っていうのは主に A パターンです。 A パターンは土日捨てましょうって言ってるんです。でこれ A かな B かなって分かんないみたいな人もいると思う。その判断の仕方も今日は喋っていくって話なんで、まず A パターンだと仮定して喋っていきます。まずなんですけど、なんで土日を捨てろって言ってるかっていうと、さっきも言ったように人間ってこう負荷をかけてるんですよね。勉強したり仕事したりストレスをためたり、家族と向き合うとか何でもいいんだけど、人間関係ってさ、でとにかく人間って負荷がかかるんですよ。で
基本的に日本では月金で負荷がかかるんです。いわゆる一般的な中間的なその平均的に考えれば月金に負荷がかかってる人多いんですよ。なんで土日にも負荷かけんのって思うんです。土日は休みましょう。例えば仕事で月金があるから土日に勉強とかを詰め込むんですとか、やめた方がいいっすよ。だってその勉強、仕事の質を上げたいとか転職したいとかで考えてやるわけじゃないですか。土日に月金でなんか新しい仕事でもっと上行きたいなと思うってことは、ここは自分で満足してない月金の労働時間を過ごしてるわけじゃない。負荷かかってんじゃん。なんで土日もさらに負荷かけるの。僕のおすすめは月金で、まあ、働いてたとしてその何時間かあるじゃない。要はまあ、6時で終わったり7時で終わったりするのかな。で、まあ、東京とかの方が多いから、そしたら電車の移動とかもバカになんないから、マジで7時8時になるんだよ帰ってから。でそっから寝るって言ったって、まあ現代社会人は12時ぐらいまで起きとん、まあ12時まで起きとんしよう。そしたら8時から12時まで4時間だよね。これで飯食ったりとかさするわけでしょ。で友達遊んだりとかしちゃうんでしょ。じゃあその友達遊ぶのを土日とか休みの日に置いて、平日はそこで数時間で勉強しません。で土日は休みましょう。土日24時間あると錯覚するんですけど、まず24時間もないんですよ土日って。そうでしょ。睡眠時間で8時間取られるんだよ、うん、まあいいや6時間にしようか、18時間だよ。飯食うとかさ、風呂入るとかさ、寝るまでのそのゴソゴソとかさ、とにかく自分の遊び時間に使えない時間さ、どんなに言ったって5時間あるべ、うん、そしたらまあ12時間だよ、半分だよ全部使って。ただ人間の集中力は90分、さ90分やったらまあ30分休まないかよね。2時間6セットいやしょぼいよこんな程度じゃできないんだって。1週間分取り戻すことなんか土日にはできないんだよ。できないのにそこに負荷かけて休みを作らないとどうなるか。月金頑張ってる、だから土日に取り戻そうと思ったけどできないって言って1週間始まるんですよ。少しずつ蓄積されてきますよ。蓄積ですよ。脳の疲労ってのは取れねえんだから、ダメ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 。土日は休みましょう、まあ、せめて日曜日休みましょう。忙しい日でも平日にちょこちょこっとちょっとずつやった方がいいと、うん、もちろん90分取れるなら平日の方がいい、うん、でそれが週5であるんですよ。みんなねその息抜きしようと思うにしてもやっぱ時間を上手に使うってことを考えないといけなくて、遊びなんて週1回2回なんですよ平日に入れようと思ってもね、うん、毎日なんて相手も大変やから、うん、で毎日入れてる人マジ考え直した方がいいと思う。それはそれでそれ考え直した方がいいというか、多分俺の話刺さんないと思うんだよ。うまいからその人はもう週5でそうやって遊んでる友達がもういるっていうのはすげえから、そうじゃなくてっていうこと。とにかくその平日にまあ遊びを5日間入れるタイプの人ってまあ多分もう大丈夫なんだけどね。まあだからそんな中で勉強したいって悩むのはまあちょっとまた考えることがあると思うのよ、うん、でも普通に勉強して転職したいとか、ああそういうこと受験生とかでもいいんだよ、月金で学校入ってんじゃん。でこういう人たちが平日にできることってまあ要は90分何セットかって話なのよ。で土日だったらそれがシンプルになんか何倍もになるような気持ちになる。感覚的には月金の自分の隙間時間って土日でできるんじゃないぐらいの、1週間分取り戻せんじゃないって思う可能性がある。俺それがすごく危険だと思ってて、このタイプの人は俺が見てきた受験生の中でもやっぱしんどい、うん、しんどい、申し訳ないけど今目の前でしんどい時に頑張れない人っていうのはやっぱしんどいのよ。でこの数時間にね癒しを求めちゃダメなんですよ。もう忙しい時には入れるんだよ、もう逆に月から金まで仕事して、もう数時間しかないんじゃん4時間。この4時間をさ、まあ、友達と飲むのとかもね、俺も大好きだしお酒飲んでするの大好きだけど、そこを家でゆっくり2時間でいいから勉強する、いやもっといい1時間でいいから、だって4時間しかないからね、家帰ってから寝るまでに。普通の社会人ってその中の4時間は確かに無理ですよ。それは4時間勉強しようと思ったら土日やなんて無理、たくさん休みを取ったり有給消化状態で退職するとかしかなくなっちゃうよ。でもそんなのリスク高いじゃない。だけどそうやってみんな挫折してるから、4時間のうちの1時間2時間でいいんですよ。高校生も中学生もそう、みんなね塾はね煽るのよ。俺たち煽ってきた、なぜだと思う。たくさん週塾通わされるでしょ、売り上げになるからですよ。勉強時間のことだけ考えたら1日1時間できてる人なんていないんです。逆に言えば1時間できてる人はみんな受かってる、できないんだよ家帰ったら。まあこれ逆説的な意味で、じゃあ君は成績が落ちるの分かってて授業を取らせたのかってなるんだけど、違うんですよ。授業に来させれるじゃん、この間絶対強制的に勉強できるでしょ先生の前なら、うん、だから週5で通ってくれた方がいいのにって思う生徒はたくさんいました。家でやらせるよりもこのやらせた方が楽だなみたいな、うん、もう 俺と週5で契約してくんねえかなこの子って思うとこあったよそりゃ、うんうん、けど僕はこの YouTube で皆さんと向き合ってるんで、基本的にこういうものにお金をかけるって方向に行ってほしくないのよ、うん、だからお金かけない方法で言ったら1日1時間できればいいんです。
でそれで5時間でしょ。そしたら土日、ここってさっきも言ったように12時間12時間で24時間なんですよ。もうじゃあなんだよ、4倍5倍ぐらい取れんじゃんと。店それはさすがにアンバランスが過ぎるだろうって思うかもしれないですけど、土日ってどうです、毎週開けれます、友達とか遊びません、お目当てのライブとか入りません、 M1 だとかなんだとかみたいなテレビとかでもなんか面白いもの入りません、遊びたくなりませんか。毎週土日絶対に誰にも会わない人って少数派だと思わない。まあよほど受験生でなんか追い込まれて出禁になってるとかってなったら別かもしれんですけど、うん、まあだから そこまで来るとまたそういう強制力を持った人が誰かいるなら別なんだけど、自分の意思だから、ノートタイムとか手帳とか、うん、こういうのってさ、土日になんか入れようと思ったら土日はイレギュラーが来るんですよ。あの1月は捨てろと一緒ですよ、年始はいろんなもん入るんじゃない、そうリスクがあるんですよ。だから土日は開けといた方がいいんです。でもしよ、もし何も入ってない土日やのに何もない、誘っても友達も釣れんな、やったらいいじゃんってなるんですよ。余裕があったら土日はブーストできると思うよ、うん、けど日々のルーティーンで予定を立てるときに土日は入れない方がいいんですよ。土日にできるからはやばいって。あと仕事だって残業とかあんじゃん、学校だってさ、なんかちょっと先生と話してたらとか友達と遊んでたらとか、マック帰りに寄ろうやで平気で潰れるんですよ。土日を開けとくことによって、さっきも言ったように平日は1日1時間でいい、その1時間すら難しいって言ったじゃん、難しいんですよ。5時間1週間の勉強って取れないんですよ。その分を土日に保管するっていう方が大事ってこと、土日をそもそも当てにすんなってことなんです。だってさ、神様だってさ、1日目に光あれで光作ってさ、なんで植物作って動物作って魚作ってたっけ、で人間作って日曜日休んだからね、神様でそれ日曜日休んだからね、なんで皆さんが週7で働けるんですか、無理です無理です無理ですよ。だからせめて週1は休みを入れた方がいいってことです。もっと話をちょっと掘り下げていきます。土日は捨てろっていうのは確かに衝撃的なタイトルにしたかったからそうやって言ったけど、まあ、早い話何かを継続させる時のコツなんですけど、やらない日から決めるんですよ。やらない日から決めるっていうのはどういうことかっていうと、勉強をするってなったら、じゃあ大学行ってないやんか、はい、じゃ今から大学行こうとしよう、はい、まあ間学費安いし近いし、ね、実家から通えるから、はい、間にこれから通うために勉強しようとしたら、まあ、センター入試とが、まあ、センター入試、まあ、6割5分 65% センター入試取って、で二次試験、まあ、7割とは言わんか、まあ、5割でいいよぐらいの勉強量せないかん。そしたらどうやって予定を立てるかなんよ。じゃあ1日何時間でこの何ページでこれをこの量を暗記せないかんな、じゃあ1ヶ月にこのぐらいの量が決まるな、じゃあ1日にどのくらいやらないかんなって決まっていくやんか。で勉強時間って決まってくるやん、必ず。もうそれしかないけどね、あの受験って暗記ですから、まあ、ごめんねこれ反対派の人もごめん一旦聞いて、受験って暗記なんです。暗記できるかできないかなんですよ結局、受かるか受からないかはね、その後楽しいか楽しくないか別として、暗記させるために量が決まってて割り算していくじゃない、でそれを毎日こなしていくしかないよ。気合でどうにもなんないからね、長くて多いからってことは分割してやっていくしかない。だから本当にこれが意味あるんだろうかって思いながら、でも本番に向かって積み重ねていかないといけない。ただこの時に僕はやらせてたし、上手な子はこれうまくやってたんだけど、やらない日から決めるんだよ。この日は勉強しない、全くしないの、その日は。受験生なのに、さっきさ受験生だったらどうのこうのって言ったけど違うんだよ、受験生こそ遊ぶ日から決めるんだよ。なんで？遊ばないわけないからだよ、サボらないわけないんだよ、しんどくないわけないし嫌にならないわけないのよ。みんなね、自分の現状を変えたい人っていうのは、僕は今までサボってきたからダメなんだとか、自分は才能がないからダメなんだ、自分は家族とかこういう感じだったからダメなんだって自分の不幸から入るよ。だから逆転人生だと思っちゃうのよ。逆転するときは苦しまないといけないと思ってるの。それは多分ね、申し訳ない、勝ったことがないとか何か逆転したことがないからそういう発想に陥ることが多いと思う。例えばプロ野球140試合ぐらいあるので70勝したら優勝かな、ほぼ80勝とかしたらもうぶっちぎり優勝。60回負けてるんですよ。イチローは3割5分とか、まあ、3割バッターですよ。100本打ったら70回失敗してるんです。たくさん失敗してるんですよ。だけどなんかこっから逆転したい人は10割打ちたくなるんだよね。絶対失敗したくなくなっちゃう。一回成功したことある人はやっぱなんかちょっと余裕持ってさ、あ、いやよくあるあるあるとかっていうのとかあるあるやんか、何でも、うん、先輩ってなんか余裕ぶっこいとったり、先輩ってなんか楽観的になるやんか、うん、あれなんでかって失敗してもどうにかなることを成功した人は知ってるよ。逆転しないといけないって焦ってる人はそれがわからないのよ。休めるんだよ。工藤さんが今から間に行くってなったら、そうだな、英単語だけでもやっぱ1200は覚えてほしい。数学の解法なんかえげつないよ。
80個ぐらいは解放覚えないといけないかなっていう感じでやっていくんだけど、必ず毎日やろうとするんだよ。で、間受かってる人、なんなら間受かった人は1日何時間勉強しましたよさ、それと同じ時間やろうとしたりね、なんならちょっとそれを超えようとしたりするのね。違いますよ。驚くほど挫折するし、驚くほどいろいろあるのよ。1年間でもやる気がなくなったり、勉強しなくなっちゃったり、手放したりとかするんです。だから僕は毎月毎週遊ぶ日を決めさせてました。この日は何したっていい、何もしなくていい、先に決めるのよ。それをで、そうすると家族も楽なんだよね。受験生ってさ、15歳18歳でしょ。親もね、手が離れるギリギリ年齢だから、最後に遊べときたいんだよね。旅行とか連れててあげたくなるのよ。それ我慢させる手もあるよ。でもそれでなんか俺は旅行にも行けんくて、あ、そうって言ってパンってなったらさ、1週間ぐらい使い物にならなかったりするのよ、平気で。1年間の間、うん、だからそういう意味ではね、やっぱ先に、あ、じゃあ旅行いいじゃないですかって、3日よ、3日、200日の受験生の中の3日なんよ。もっと短いよね、社会人の、資格試験やったら100日ぐらい勉強することが多いと思うから、そのうちの3日よ。遊んだっていいんよ、全然いいんよ。その何にも変わらない、もっと遊んでるから、受かる子って。だから先に、やらない日を決めるっていうことはとっても大事で、それを今回は俺は土日を捨てろって言ってるのはあるのよ。さっき A パターン B パターンって話覚えてる？で、これの見極めも分かんない人もいるんじゃないかなと思って話すんだけど、仮にだよ、その今やってる週間産業日記でも何でもいい、3日間だから週2回とか必ずやらない日を作ってみるんですよ。で、その日にやりたくならないか、やりたくなるか、これで僕は見極めたらいいと思う。木曜日はこの手帳タイムは取らないって決めたとする、うん、その木曜日にやりたくならないか、やりたくなるか、やりたくなるんだったらそれは B パターンの方です。楽しいんだよ、これをやったらいいと思う、やれるだけで。むしろ、それをやりすぎて A パターンの方やれないっていうことを気をつけるべき。だから、むしろそれは土日に回せばと思うんだよね。そのレジャーだから、はい、どんだけ溜め込んでもいいし、何日でも一気にいけるのよ。だから俺いつも悩みとかの見るたびに、わあ、もう最近できてない、本当どうしよう、できてない、どうしようって言ってるけど、できた日にビャーってやってるよ、みんなそれ楽しいからなよ。さっきも言ったように12時間しかないんだよ、そんなにできるわけないだろって言ったけど、できるんだよ、好きなことだったらビュワーっつって。まあそうですね、うん、勉強は無理、無理なんです。これは本当に闇が深いね、勉強って。あれなんですよ、僕は勉強をさせる業界にいたわけですね。まあ19歳から27歳ぐらいも続きましたか、8年ぐらいやりましたよ。勉強ってそんなに必要かなって思うのよね、勉強させてお金もらったのに。勉強ってさ、これはなんかわかんない、これは反対する人は反対してもらってもいいけど、一応ごめん、反論はしないでくださいと一応俺の意見だからね、俺の意見だから聞いてねって話なんだけど、なんで勉強ってあんなに覚えれんのやろなって考えたことある？興味ないからじゃないですか。違うと思う。覚えても将来的に別に役に立つわけではない。そっちの方が近いかな。だってトイレのさ、排泄の仕方なんか興味ねえだろ、うん、だけど絶対忘れないだろ、必要だからだよ、まあ本能的にね。飯の食い方なんか忘れないだろう、なんなら心臓の動かし方なんか考えてなくてもできんじゃん、そういう風に進化してんじゃん、心臓は自分で考えて動かしなさいよっていう形に遺伝子配列がなってたら、多分忘れて死ぬんだよね。必要なものは絶対忘れないようになってるし、なんなら本能的にできるようになってるし、なんなら脳とは切り離すところで自立して動くようになってると思うんだよ。じゃあ覚えれないものって何なんだろうと思ったわけ。いらないんだよね。例えば日本の学生の英語力のなさみたいなことをよくね、社会学者とか年上の人が言うじゃない、日本人は英語ができない、モンゴル人に TOEIC のテスト負けてるんですとか言ってちょっと笑い話にしたりとかして、モンゴル人に失礼だなと思うんだけど、ただちょっとモンゴル人に失礼な言い方をさせてもらうと、英語を覚えたことによって得るものが違うんだと思うんだよ。直接お金になる、国によっては、英語を覚えることによって収入が上がる、家族を幸せにさせられるかもしれない、自分がもっと豊かになるかもしれないっていうのが強ければ強いほど、英語を覚えてるって考えれば理解はできるんです。日本よりもどう考えても英語教育が進んでない、どう考えてもインフラが整ってないところが日本人より英語ができること、そういう目線で見ると非常に納得がいく点数相関図になるんですよ。で、その点日本ってどうですか？英語なくても結構物あるでしょ。まあ資源がないとか言ってるけど、まああんじゃん、あるというかもらってこれんじゃん。他の国みたいにさ、なんかどことどこが戦争になったせいで本当に完全になくなりましたとかないやんか。日本って電気代だってもうなんか3割ぐらいでどういうかなるでしょ。アニメとかもあるし遊びもあるし、意外と日本で成り立つじゃない。そしたら英語って身につかないよね。海外に向けた、ビジネス以外がやっぱとても稼げないようなぐらい、そのグローバルな形になったり、あと労働格差ってのもあるから、要は日本人の方が労働力が安かったら海外で働くとか高いってなったらどんどん海外行かないといけなくなるから、そうなると英語力って必然的に上がる可能性があるなと。だからそういう意味ではなんか勉強っているんかなっていうのはずっと思ってたのよ。全員がいるわけないよねみたいな。
で、あとこれこの土日捨てろって言ってんのも本当にこれで悩んでる人いるわけよ。やりすぎて挫折したり、やりすぎてうぴゃーってなったり、やりすぎて心病む人ってめちゃめちゃ見てきたのよ。それ学校の教師側も先生側もこれで病む人めちゃめちゃおったんよ。やれとも言われてないのにさ、死ぬわけじゃないやんか、やり込んだって。あ、いやいや、仕事がクビになるかもしれません。クビになったって、まあなんか生活保護とかでどうにかやり直すタイミングってやむことあるやんか、日本って。一撃で、一撃必殺で死ぬことってないやん、お金で。なんとかやり直せるんですよ、心さえ保ってれば。あの、こけるにしても、膝さえついてなかったら、もう一回立ち上がれるというか、飛び上がれるんですよ、人って。ね、今すごいかっこいいこと言ったのに、動きはダサいけど。やり直せるんですよ。だから今、非常に個人的なこと言ってるよ。うん、だから続けるようが続けまいがさ、その資格試験失敗しようが失敗しまいが、まあ、多分この動画を母国の言語で聞いてる人は、そんなに大変なことじゃないと思ってるのね、本当は。だから気を楽にしてほしいっていうのはある。でも、やっぱこういう時に悩んじゃったりとかする人っていうのは、基本的に心弱いって言われがちだけど、実はものすごく正義感が強いとか、優しい、頑張りたいってなっちゃってるから、だからこそ言わせてもらう。土日は捨てなさい、休みなさい、遊びなさい、大丈夫だよ。あの、もっと遊んでるよ、成功してる人は。だから、まあ、今すぐできることって言ったら、まず1週間の予定を立てるときに、これね、手帳好きな人が多いから、1週間のウィークリータスク、1週間コンパス、どんな言い方でもいいですよ。1週間の予定立てるときに、月から金までしか書かないの、もう。ちなみに俺は月から水までしか書いてません。1週間タスクは全部やってます。月から水までにできなかったことを木金土ってやってきます。こういう感じでいいんです。つまり1週間で予定を立てるときに土日を書かないで、溢れたやつで土日余裕があったらやる。その代わり土日に持ち越したら来週は必ず量を減らしてください。その量が土日を使わずにできるようにプランを組み直す。そうすることによって多分1週間使い方が上手くなるし、あと休むことを定期的にやってると本気で頑張るときに土日の余裕があるんですよ。一週間ブリャーってやってる人はもっと忙しくもっとタスクを上げたいときに一日あたりの時間増やしかないやん。僕みたいに週に3回しか働かない人は全力でやるときには残り4日間使えるんですよ。どっちの方が心の余裕があるか。で、特に手帳とか何度も言うように一人用のゲームですから、一人用のレジャーですよ。そんなに気を張ることじゃないんで、まあ勉強とか、家族との、どの子のとかいろいろなことでノート手帳に向き合ってると思うけど、はっきり言います、土日は捨ててください。1ヶ月でこの日は誰かと遊ぶとか、この日は美容室に行って美味しいご飯を友達と食べて、なんか独身の時のような楽しいことをするとか、そういう日すげー大事なんです。まずそっから決めて、それ以外のところで余裕があったらやってみる。大丈夫ですよ、死なない死なない、楽に楽にですよ。というわけでね、今日は土日を捨てろというテーマで喋らせてもらいました。まあもちろんノート手帳のことで、悩んでる人向けなんですけど、まあ勉強とかね、絶対うまくいきますから頑張って、皆さんの幸せを、私は祈ってます。まあ、この動画が、祈られても祈られてなくても、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ハッシュタグイマルミンで視聴者の方が交流をしております。インスタグラム、ツイッター、本当にいろんな方が投稿してくださってるんで、ぜひそちらの方も覗いてみてもらえると嬉しいです。あと、激コバサブスクというメンバーシップがございます。こちらは、この動画の、ノー編集の動画の事前視聴、あとは劇団小林ライトの作品の見放題、これで月額190円です。ぜひこちらの方もご検討ください。とにかく私たち応援してください。よろしくお願いします。祈ってます。おしまい。で、読書ノートとかも、読書なんかしなくたって、あ、電源のボタン押してみて、それ多分ね、その上その上その上、それピッてやって離して、手離して、はい、他の人の部屋の Wi-Fi とかも反応するよ。怖っ。いや、それ知らないよ、だって。いや、それで勝手につくんですか、電源。あ、つくけど跳ね返されるやんか、 Wi-Fi 違うけん。怖っ。あるよ、全然。あなたみたいに一軒家に住んでるわけじゃないんだよ。なかった、今まで。こんなのない。ない。結構あるよ。古いやつは特に。あ、ここで？うん。あ、ここでは。そう、古いやつでも たまにあるよ、全然。いや、なんかついてる時だったんで、勝手についたから。じゃあ、そう、電源切っとってもたまに反応するよ。多分、どっかの会の人が、この毎回 Wi-Fi の設定間違うんやね。多分やけど、2G の方で反応しとるよ。ずっと 5G で統一できとるのに、多分その人の部屋の、プリンターが 2G にしないといけないやつで。2GHz に。で、それをやり忘れて1回1回ピッと、あれ？ピンなっていう時に、近くの 5GHz のプリンターに当たったんやと思うよ。もう今度、いたずらしてやるよ、その、プリンターのところに。え？うん。逆に俺が2G でギコ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 やったら反応すんかな？せんと思うよ。こいつが読むから。うん。すいません、ちょっと前ぐらいから、はい。もうあなたの体はボドボドになっちゃうよ。俺の体はボドボドだになるよ。ポロ。
ってないの。あーごめん、あのオンドレラギッタンですかのオンドル語を使っちゃったよ。誰あのあれあったじゃん、仮面ライダーブレードのあの滑舌終わってるシリーズ。あー俺の体はボドボドだになるよ実は。いやこれも実はっていうか事実な、事実としてね、例えば織田信長は今川義元に勝った戦ってのがあるんですよ。あれどうする家康ってあの大河ドラマ見てない？全然。もうむちゃくちゃで面白いよ逆に。むちゃくちゃでなんか史実とは全然違うけど、なんか本当にジャニーズのあれあのニノじゃない方、嵐の松潤とかもあなんかかっこよくて、はい、あそうそうそういや面白いんだけど、あの戦ってねやばいんだよ。今川義元って言ったらもう本当もう公家の名家でさ、戦国時代にももう非常に才を成した才覚のある武将がね、なんかこう京都まで行くときにもうぺったんぺったん、もうワギワギパニックのように国を潰しながら京都まで行きよったんよ。えあもうそのぐらいもうすごい強い武将で、でも武田とかあそこら辺まだまだみたいな頃に今川義元っていう、まあ、優勝候補筆頭だよね戦国ので、京都に行く途中に織田のところにぶち当たるわけよ、はい、まあ当然織田つぶすってなるやんか、うん、その当時の織田信長、織田はねなんならちょっと織田家揉めてて、なんならままならない状態だよ。そんな中まあ普通降伏するよね、もうガンガンガンってもう京都に行く途中やで、すげえ部隊がいるのよ。その中で今ちょっとお家が揉めてるレベルの弱小な家だったわけよ織田さんは、うん、そんな中やっちゃうんですよ、今川義元の首取っちゃうんです。そこで一気に形勢が逆転して戦国の乱世ってこうガーッといくから、まあ、ちょっと歴史かじってなくても、まあ、織田信長ってすごい強い才覚のある人みたいな感じ思ってると思うんだけど、その戦もうネズミが象に勝つような戦と言われてるんですけど、でものすごい奇襲をするんです。まあ今川義元がこのちょっとこう休めてて、まあ言ったら宴会をしてたみたいな感じで、まあ、歴史書に書かれたりもするような時に寝首をかくように裏から行くみたいな、だからもう本当に何千とか何百とかのもう本当にジャイアントキリングをする戦なんですけど、針の糸を通すような戦をしてるように見えるんですけど、驚くほどミスってんだよね歴史を見る紐解くと。すごい言ったらもう100回やって1回しか勝てないような大どんでん返しの戦なんだけど、織田側も驚くほどミスをしてるんですよ。要はそういう大逆転劇って少しの可能性にかけてそれを一つ一つクリアしてったから行くように感じちゃうんだけど、実は違うんです。そんな大きな戦でも驚くほど見せるんです。